さくらとの TV へようこそ。どうもさくらです。今回はですね、すっごく珍しいお菓子を見つけたんですよ。それはね、夏って言えばスイカ。なんでお菓子って言って甘いやつって言ったらクッキーになるんですけど、チョコクッキーなんですけど、スイカチョコチップ、すごいスイカ味で、これを今日食べたいと思います。どういう味ですか？一回も私食べたことないんですよ。で、中身こういう風になってる。しっかりしてるな。キムチみたいな色物は。はい、こんな感じです。一袋。どういう味するんでしょうか。まず香り、なんかフルーティーの匂いしてるんだけど、スイカの匂いはあんまりしないから、どうだろう。はい、痛みは動画に伝わるかな。茶色いんじゃなくて、ちょっと赤っぽいんですよね。で、チョコチップもついてて、食べたいと思います。いただきます。すごいスイカ味って書いてあるんですけど、食べてみたらね、普通のチョコチップです。普通に食べれます。そんなスイカの味もしないし、スイカの匂いもしないです。普通の美味しいなチョコチップなんですけど、ただちょっとパッケージだとビビるかもしれないですね。スイカチョコチップってなってるんですけど、これは全然大丈夫です。気になってたらぜひ